ございます。あの今川焼きも食べたい。あんまりの今日私夢見たよ。天気くん、ふみさんも体験ありがとうございます。どんなんかっていうとね、今日見た夢はユニバの年パスを取ってて私はで遊びに行ってたんだけど、そしたらちょっとよく知らん男の子っていうレベルの子、小学校6年生とか、まあ小学校5年生くらいの子が子にナンパスを盗まれるっていう夢を見ました。不思議だよね。前は見せられぬもののになったこの世界が今歌のようにいらずが君は多分僕が必要さ。この手を掴んでそう強く。あ、あなたびきゅうちやじゃん。そう夢でもねユニバに行ってました。どんだけ好きやねんってね。みんなはなんか夢見ました？今日は言うて今日の朝の配信はちょっと昨日違うけど、忘れちゃったけど15分で今日は終わりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。昨日はイモステレビのロケがありました。ツイッターとかで結構、まあ、見てくださってた方は分かると思うんだけど、そうオムライスね作ったりしました。あ、間違えた、オムライスは作ってないんだけど、オムライスのケチャップアートをしましたね。みんな私のは分かったかな。勘で、まあね、勘って大事だよ。あくびしました。なんかご飯食べ行きたいね、なんかどっか。何食べたい？
進みましょう。あー、おぎっさん、はやきありがとうございます。たやき、もうなんかさ、ギフトとかでさあるじゃん、そういうさ、まあ今だったら和菓子、駄菓子とかさ、お、あ、駄菓子、お菓子か、お菓子で、でちょっと前はパンフェスだったじゃないですか。もうなんか美味しいよ、食べたいよってなるよ、なってる。もう何してくれてんねんって思っとるよね。もうみんな明日って何時からか、ちょっとみんな分かるかな。みたらし分かる、大好き。そうね、今日は僕恋公演です。陸では初めての。ね、そう、陸上公園なんですよ、もう。2期生、うん、出るとかなってくるから大変だけど頑張っていただきたい。さすがって感じどうか、メイキ問題も気になるし、イエーイベイビー、背伸びはやめなさい、隣のバナナは青すぎる、秘密がない友達じゃつまらない、あれしてこれして売れてゆく、おいしいバナナになれますように。今日はね、あるメンバーにプレゼントを渡すんです。昨日スーパーで買った。喜んでもらえるかな。
や。おかげです。この福ちゃんにプレゼント。福ちゃんがふりかけをね毎回持ってるんですよ。お弁当の白米にねふりかけをかけて食べるって昨日見てっていうか前々からもしてたからちょっと可愛いのりたまのこのこれをあげようと思います。月の方喜んでくれるかな。今日髪型何したらいいと思う？よくらせ。Oh, no, 送ってくれたお父さんがまた。今やっと違いが分かった。甘い青いのり。白米はない。はい。ぜひ皆さん大江のり食べてみてください。お取り寄せとかで結構あるので美味しいよ。はい、ということでちょっとね早いんですけれども、もうちょっとテロップが出たので終わりたいと思います。本日は僕たちの恋の予感公演、初めての陸上での公演がありますので、まあお越しになる方は気をつけてお越しください。はい、
では皆さん、また明日とか明後日とかの配信でお会いしましょう。そしてもう明日明後日はね、あのアイドルフェスなので気合いでは、と13位、渡辺さん、12位しんくん、11位ロコボコさん、10位セミちゃん、9位ペパミン、8位ナオナハさん、7位ポンタ、6位フッさん、4位しまかぜさん、3位がふみさん、ありがとうございます。第2位が元気くん、ありがとう。そして今日の第1位がモーさんです、ありがとうございました。はい、ということで配信をちょっと見てくださった方ありがとうございました。またの配信でお会いしましょう。今日もみんな一日頑張ってね、応援しとるっちゃね、共に頑張ろう、頑張りー。